ご覧いただきましてありがとうございます。信州稲谷の卵屋の木村です。今回お届けをさせていただくのは、愛知県犬山市の郊外、イルカ駅のすぐ近くにある博物館明治村。こちらの明治村は明治建築を保存する展示する屋外博物館として昭和40年に開園いたしました。今回はその明治村の様子をお届けさせていただきたいと思っております。こちらの明治村には屋外の展示物がいくつもあることもあるので、一度に、紹介させていただくにはちょっともったいないかなと思うので、複数回にわたってお届けをさせていただけたらと思います。本来であればですね、正門の方から入るんですが、今回はですね、裏門といったら変なんですけれど、まあ、いわゆる裏門の方からですね、明治村の方を訪れました。僕はですね、この明治村を訪れたのがですね、中学校の2年ぐらいでしたかね、修学旅行ではないですが、こちらの方を訪れることになりました。それからですね、実はですね、僕結婚式をここで挙げてましてですね、まあ、その懐かしさもあってですね、結婚してからそうですね、3年ぐらいになるのかな、それから数十年訪れていなかったんですけど、今回久しぶりに訪れてみることにしました。左手に見えているのが SL の乗車体験ができる機関車ですね。でこちらがですね、旧帝国ホテル正面玄関になります。この正面玄関は20世紀建築界の巨匠として名高いフランク・ロイド・ライトによって設計された旧帝国ホテル中央玄関部になります。この設計を担当したライトさんは幼少期積み木に親しんだということもあり、この建物からもどこか中も後で見ていただくんですけど、積み木を組み合わせたような雰囲気が味わえると思います。なんか積み木をこうね、積み重ねたように見えますよね。なかなか趣があってですね、僕も中学2年の頃この建物がとても見たくてですね、興奮したのを覚えています。こちらが玄関の中で、床の高さや天井の高さに変化をつけながら水平に垂直に展開していく空間演出や、各種具材に施された多彩な造形美など見どころがつきません。こちらの机がですね、ポーツマス条約の机と、1905年日露戦争を終結させるポーツマス条約が締結された際に使用されたテーブルだそうです。大きさは430センチ、幅は120センチもあり、ビリヤード台より大きな机となっています。この間接照明であったりですね、中に差し込む光であったりとか、そういう空間を演出するのはすごく趣のある玄関ですね。まあ、これ先ほどのポーツマス条約の結ばれた机と呼ばれているとても大きなテーブルですよね。そしてこれ見えてきましたのは内閣文庫、明治政府が中央図書館として建てた主要部分になります。古代ギリシャ、ローマの神殿の建築を思わせる姿です。この時は中に入ってみることはなかったんですけれど、中も見学できるようになっています。本当にギリシャ神殿みたいですよね。ぐるっと見てみるとですね、向こうに見えるのは隅田川新大橋橋梁部になるそうです。これは半分を移築して23メートルあるそうです。この日はですね、セミがよく鳴いてて本当に暑かったんですけれど、汗をかきながら。でこちら見えてきたのが川崎銀行本店になります。日本橋のシンボルとして愛された銀行の建築で、その正面左端の外壁が部分的に保存されています。今ある明治村のシンボルタワーといった感じでしょうか。で続いて向かっているのはですね、これ僕なかなか離れているところで見ている方も少ないんじゃないかなと思ってるんですけれど、長崎の小島で信仰を支えた教会堂で、大明寺聖パウロ教会堂だそうです。長崎湾の入り口に位置する硫黄島に建設されたカトリック教会堂の一つで、この明治村に教会が、3つぐらいあるんじゃないかなと思うんですけれど、後で、また別の教会も、紹介させていただくんですけど、それとは変わってですね、趣がですね、和風なんですよね。これはですね、キリスト教近世の影響を感じさせるという感じで和風の外観にしてあるそうです。で外観とは打って変わって中に入ってみるとですね、西洋ゴシック様式の空間を木造で再現されて、こう外側回ってみると本当に普通の家というか民家の家みたいな感じに見えますよね。ずっと見回してみると本当に山に囲まれているので、まあ、こんなような家がどこにでも当時あったんじゃないかと思うよ。で中に入ってみるとこのようにですね、
当にあの西洋の教会で、この白色が本当に綺麗なんですよね。で洞窟の中にはですね、浮かび上がる聖母のマリア像がありました。この時は僕しかいなかったんですね。本当にこれ教会、外から見ると本当に教会に見えないんですけれど、そして今度見えてきたのがですね、帝国ホテルの玄関と並んで称される聖ザビエル天主堂になります。実は僕ここを中学2年に訪れた時に何を血迷ったのかって、ここで結婚式挙げたいなって当時思ったんですね。でまだか自分で実現するとは思わなかったんですけど、なんかここで挙げてみたいと思って、まあ口は悪いですけど、ちょっとバカか、ちょっと頭がおかしいんじゃないかと思われても仕方がないぐらい、でもここを入ってものすごく感動したのを覚えています。でここはですね、16世紀に来日したフランシスコ・ザビエルを記念し、京都河原町三条に建てられたカトリックの教会堂だそうです。寄付を募って資金を集め、河原三条にあった旧大名の屋敷を購入して、この教会堂が建てられたそうです。ちなみに先ほどちらっと見えた茶色は、韓国刑務所です、ね、刑務所の専門になります。でこの底の坂道を登っていくこの教会が、一度先ほど同じシーンがちょっと出てしまいましたが、このような感じで、ね、登っていくんですよ。で当時はここからですね、出るとき一般の観光客の人が結婚式を見ることができるので、知らない方に、ただ当時の下の日に一日だったので、ものすごく暑かったので、中もエアコンがとても効くわけではないので、汗をかきながら結婚式をした。でこちらがですね、聖堂の中にあります。この中普段は入れないんですけれど、この中で、この中ですね、この中で誓いの儀式をやったのを覚えています。今でもですね、調べてみるとこちらで挙式を挙げることもできるそうですし、先ほどの帝国ホテルのところで動物定食とか出産とかも味わえるようになっているそうです。最後までご覧をいただきまして本当にありがとうございました。また次回のこちらの明治村の続きをお届けできたらと思います。またよかったらいいねボタンを押していただければ幸いです。それでは次回をお楽しみに。さようなら。